はい、今日は私のおすすめ美味しい美味しいたこ焼きのお店を紹介する時がやってまいりました。ここはね、国道10何号線国道16号の、あれです、おっぱま、おっぱまってわかりますか、おっぱまあたりでございます。私がいつも買い物をするたこ焼きはこちら、金ちゃんたこ焼き、こちらでございます。こちらね、8個入りで、400円、あ、じゃない、8個入りで450円税込み、このたこ焼きを今2個注文させていただきました。美味しいたこ焼き、今焼け上がるのを待ってる最中でございます。ちなみにね、ここのお店のある場所は国道16号線沿い、おっぱまね、六浦中学校入り口の交差点、のところにあるガソリンスタンドの横、なんかお店がね、いっぱい入っている お店、ビル、マンションの1階にあります。こちらでございます。じゃじゃん。はい、焼きたてのたこ焼き買ってまいりました。早速食べてみましょう。ではたこ焼き食べてみたいと思います。8個入りで450円。お兄さんがね、ちょっとお時間かかりますけどいいですかって。あの店ね、あれしないんだよ、なんていうの、焼きだめってしてないのね。お時間かかりますけどいいですか、マヨネーズかけてもいいですかってよ。ということで、超焼きたてなわけよ。この鰹節とマヨネーズがかかってるところをいただきます。うんうん、タレがねよく効いていまして、うん、中にねタコが入ってやっぱね、熱いのがうまいわ。うんうんうん、やっぱりあのお店にはあのお店にだけの味わいっていうのがあるわけだな。ということで、普通の大手のたこ焼き屋にはないこの味わいっていうのをいつも楽しみながら、450円でちょっと贅沢な気分を味わっていると、まあこういうことです。ということで、本日のビデオはこの辺で終了。10年後の私にタイムカプセル。それじゃまた。全部いただきますよ。